はい、今回ですね、入れ歯の症例をですね、ご紹介させていただきます。入れ歯といいますとですね、一般的にはこれですね、こちらのような金属を使ったものが非常に多くなってきます。いわゆる保険診療ですね、装着される、作られている入れ歯っていうのは基本的にはこういった金属とプラスチックでできているものになりますので、まあ、装着するとどうしても銀の金具が非常に目立ってしまうという難点がございます。当院ではですね、こういった金属を使ったものではなくて、実際、はい、こういう形ですね、一切金属を使ってないエステティックデンチャーと呼ばれるものを使用させていただいています。こちらですね、すべてプラスチックでできております。プラスチックだけだとどうしても強度的に弱いんじゃないかと、割れてしまうんじゃないかというね、ご不安なお声もあるかと思いますが、こちらのプラスチックはですね、通常の保険治療で使っている、まあ、先ほどの入れ歯のようですね、保険治療の入れ歯で使っているプラスチックと違ってですね、非常に弾力のあるプラスチックを使ってますので、こう曲がったりしてですね、たわんでもですね、割れにくい、そういった専用の材料を使わせていただいています。まあ、かつ少しですね、材質自体に透明感を持たせていることで、お口の中に装着した時に、より歯茎の色と馴染んでですね、自然に見える、まあ、そういった工夫がされている入れ歯になってきます。ではですね、実際こちらの入れ歯を装着しているお口の中の様子ですね、症例をですね、ご覧いただきたいと思います。はい、まずは入れ歯の装着していきます。こちらですね、入れ歯をご覧いただいて、まあ、こういう形ですね、金属の金具のついてないタイプになりますので、歯のない部分、こちら2箇所ですね、2本と、で実際こう手前の歯にかかる、まあ、金具代わりになるこうプラスチックの弾力のある材料ですね、こちらを使った入れ歯をお作りしてます。で少しね、入れ歯自体も少し透明感を出したような仕上がりになってます。で実際ね、お口の中合わせていきますので、はい、開いてください。まずこちらですね、左下奥ですね、入れ歯のね、歯がない状態ですので、この部分ですね、しっかり入れ歯を合わせていきます。で手前の2本ですね、こちらの入れ歯が引っかかる形で、こういう形ですね、しっかり手前に引っ掛けてますので安定感もあります。でこの状態で食事とかしていただいて、またね、汚れたり、メンテナンスの時には外していただくと、まあ、こういった作りになってきます。また外します。しっかり、止まってますので、